津軽海峡津軽海峡は、北海道南端と本州北端との間にあって、日本海と太平洋とを結ぶ海峡である。東西は約1 3 0トル最大水深は約4 5 0ル本来は日本の領海に編入することができるが、中央部は公海のまま残されており、外国船舶の通行に利用される国際海峡である。英語では、 津軽ス,ストレート、ロシア語では、サンガルスキー海峡と呼称する。日本列島近海の海流1、黒潮2、黒潮続流3、黒潮最循環流4、津島暖流5、津軽暖流6、宗谷暖流7、親潮8、リマン管流動植物の分布境界線の一つである、ブラキストン線が津軽海峡に設定されている。最終表記の海面低下は、最大で、 約130メートルであり、最大水深でも70メートルほどである、宗谷海峡は完全に陸続きになった。これに対し、最も浅いところでも140メートルの水深がある、津軽海峡は中央に大河のような水路部が残った。両岸の生物性が異なる結果となった。約33000年前から28000年前の最も寒冷だった時期には、 ヘラジカなどの大型哺乳類が本州に入った。当時、冬の津軽海峡は凍結したらしい。それらの種は温暖になってから本州からも北海道からも姿を消した。津軽海峡中央部の海底には峡谷のような地形が東西に伸びているが、これはこの時期に水路部を流れた潮流が海底を削ったためと考えられている。また、 海峡の日本海側は暖流である、津島海流の分岐点であり、津軽海峡内には西から東へ流れる津軽暖流が存在する。この津軽暖流は海峡の太平洋側にて親潮と合流する、達避崎海の向こうに北海道がはっきり見える最も幅が狭いのは海峡東側、亀田半島の潮首岬と下北半島の 大間崎の間で約1 8 7トルある。これに対し、西側のまさ半島白上三崎と津軽半島ッピ先間は1 9 5トルと、やや長いが、水深が約1 4 0ルと浅くなっていることもあり、鉄道専用の青管水道が1988年3月13日に開通。当初は海峡線専用のトンネルであったが、 2016年3月26日からは、この日開業した北海道新幹線も通っている。1988年までは、鉄道連絡線、青函連絡線が運行された。道路トンネルや道路橋はないが、書類上は、国道279号、国道280号、国道338号が海峡を横断している。古くから、 津軽海峡大橋構想が議論されているが、技術的にも、資金的にも課題が多い。海底道路トンネルに関しては、青函、第二トンネル構想がある。函館港と青森港の間、及び函館港と大間港の間に航路が開設されており、旅客船、貨客船、貨物船、フェリーなどが運航されてきた。2010年現在、函館港と青森港の間に、 津軽海峡フェリーと栗林商船グループの共栄運輸と日本通運グループの北日本海運が共同運航する青函フェリーの3社2ブランドが1日あたりフェリーを17から18往復箱館港と大間港の間に津軽海峡フェリーが1日あたり2から3往復運航しているかつては外ヶ浜町と福島町を結ぶ三福航路福は福島町もあったが 1998年以来、休校が続いている。また、青森市と室蘭市を結ぶ青蘭航路も存在した。軍事上の要衝でありチョークポイントの一つに数えられる。太平洋戦争終戦まで、海峡の海上閉鎖を目的とした第二本、帝国陸軍津軽要塞があり、各砲台への軍事物資や、兵員輸送目的の鉄道建設が行われている。 要塞地帯指定に基づいた軍事機密保持で地域住民生活への制限がかけられた。太平洋戦争中には米軍が空母艦載域を使った空襲を行っている。領海法に基づく領海の幅が通常の12海里から3海里に留められた特定海域の一つであり、航海部分は核兵器を搭載した外国の軍艦を含め自由に通過することができる。 これについて日本政府は重要海峡での自由通行促進のためと説明しているが複数の元外務事務次官が比較三原則の持ち込ませずの原則を堅持しつつ核兵器を積んだアメリカ軍の軍艦を通すためだったと証言している。同海峡の防衛は海上自衛隊大港地方隊が中心であるが航空自衛隊とアメリカ空軍の三沢基地が後ろに控えている。 沿岸警備は、同海峡の中心線を境界に、北海道側が、海上保安庁、第一管区海上保安本部、東北地方側が、同、第二管区海上保安本部の管轄となっている。津軽海峡横断縁は、世界オープンウォーター協会が提唱する世界7、大海峡横断縁の一つに数えられる。最初の挑戦者は、福島町出身で当時国士官。 大学3年生であった中島翔一。1966年夏、途中で船に捕まって休憩したが横断に成功した。中島は後に世界の21海峡を栄破して NAA の認識を世間に広げた。女性初の単独横断者は青森市出身のピアノ教師日、サコチエコ。1994年8月6日。 子まり村の根源先から出発し、12時間28分かけて、福島町松浦に到着した。1990年7月に、米国のデビット郵便と米国のスティーブン・マナトーンズも単独で横断した。2008年からは、24時間テレビのチャレンジで、2009年は、24時間テレビのチャレンジとは別の2グループも、海峡横断にチャレンジした。 2012年7月14日から15日にかけて、アイルランド人のスティーブン・レッドモンドが、青森県中泊町の権限先から、北海道の白紙岬付近まで泳いで渡った。この成功により、レッドモンドは、世界7大海峡をすべて泳いで渡った。世界初の人間となった。7つの海峡のうち、ハワイのモロカイ海峡とニュージーランドのクック海峡の、 横断は2回目に成功したが、津軽海峡の横断は4回目の挑戦で、ようやく成功したという。レッドモンドは、読売新聞の取材に、津軽海峡は、流れが速くて、最も過酷だったと語った。2016年9月7日朝から15時半頃に、かけては、当時73歳、広島県広島市在住の男性が、青森県の権限先から北海道真崎郡、 福島城の海岸まで泳ぎ、最年長の横断者となった。ありがとうございます。